テレビで思い出したくなかったんですけど、本当先週の話なんですけど、これちょっと怖いというか、なんか良くないこと起きてるんじゃないって話なんですけど、ある方から LINE が来てまして、まあ、ちょっと名前を伏せるんですけど、内容がですね、タックーさんってテレビ出演は全部 NG って本当ですかって来てたんですよ。CBC さんでやってるよと思って。って思って。まずそもそもテレビとか恐れ多いんですよ、あんな場所。オファーすら全然来てないです。これ大前提ですよ。しかもテレビ全部 NG とか一言も言ってないんですよ。面白くないは言いましたけど。で、すごい気になったんで電話したんですよ。で、話聞いたら、ある有名な番組のゲストで候補に僕が上がったらしいんですよね。ここの企画とマッチしてるんじゃないかってなったら、まあ役職の方というんですかね、その方が、ああでもあの人確かテレビ全部 NG って聞いたよっていう風になって流れたって言ってたらしくて、その人自身が個人的にそうしたのか、その人が誰から聞いたかっていうのはわからないんですけど、そんなことを言いふらしてる人がいるそうなんですよ。見つけ次第ぶち殺します。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部コタクです。いや、そもそもオファー来るなんか思ってないですけど、もしかしたら誰かがあいつテレビ全部 NG だからっつって来るはずのものが来てない可能性があるんですよ。ちょっと怖くないですかこれ。まあ全然 YouTube 好きなんでいいんですけどね。さあ、全く出てもないのに干されたって話なんですけど、まあ以前僕が動画で出したエジソンに関する動画みたいな、いつもより長く著名人とか偉人に関する深掘り動画になるんですけど、今日はですね、先日こんな DM いただきました。タクトさんこんばんは。こんばんは。そうだ、俺解明してたわ。最近デヴィ夫人がウクライナに支援物資を届けに訪問するというニュース見ました。このご時世にどうやってウクライナに行ったのかも気になりましたし、そもそもデヴィ夫人って一体何者なのでしょうか。バラエティに出たりすごい高級セレブにも見えるかと思えば、今回のようなこともしてるので動画にしてくださいっていうことなんですけど、確かによくテレビとかでは拝見しますけど、結構謎に満ちてますよね。まず皆さん、この DM のニュースなんですけど、ざっと説明すると、先月末デヴィ夫人は支援物資を届けるためにウクライナに自ら足を運んだっていうニュースが話題になったんですね。彼女はですね、ご自身で設立した NPO 法人アースエイドソサイティの活動の一環で、首都キエフとか特に被害がひどかった地域に出向いて日用品とか防寒具を届けに行ったんですね。これに危険じゃないかという声もあったんですけど、僕の憶測度もあるんですけど、自分自らが行くってことに意味があったんじゃないかなと思って、物資を届けるという目的だったらご自身が行くっていう必要はなかったと思うんですけど、こういう風に自分から行動することによってそれが話題性を呼んで、他の日本人とかにも支援とか世界的にそういった興味を促すという意図もあったんじゃないのかなと思いますね。で、実際これはすごい話題になったんですよ。で、同時にその後ですね、デヴィ夫人が帰国後すぐにですね、老害発言と書いたツイートがですね、これ話題になりました。これ皆さん知ってますか。まず背景から説明すると、先月の25日ですね、森喜朗元首相が都内に開かれた会合で、こんなにウクライナに力を入れてしまって良いのか、ロシアが負けることはまず考えられないっていう風な発言をしたんですね。また同じように参議院議員の鈴木宗男氏も同じようにロシアを擁護するような発言を繰り返したんですね。で、これに対してデヴィ夫人が帰国後ですね、これ実際のツイートなんですけど、ウクライナより無事帰国、森元首相と鈴木宗男は老害以外の何者でもない、プーチンと写真を撮ったから友達の国を非難するな、自分が日露の外交を開いたからとバカを言う、ロシアの光線が津軽海峡付近の太平洋に出没している非常時に世界情勢を知らない者たちが救うから日本は遅れを取るのだとツイート。これに世間ではよくぞ言ってくれたぞみたいな声が多かったんですね。まあいろいろこう言いたいことがあるんですけど、この老害っていうこの2文字できっぱり言い切ってしまうあたり、さすがというかデヴィ夫人らしいですよね。老害って結構久しぶり聞きましたけどね。また先月24日の単独インタビューで、この状況でウクライナを訪れるのは危なくないかという質問に対して、彼女は警備がいるから安全だと説明した上で、私は戦争もクーデターも経験しています、怖いものはないと答えました。強い。これが実際どこまで本当なのかっていうと、これは全部マジの話でして、ぶっちゃけそのテレビのね、イッテ Q の中だけとかを見ると、マダムセレブとか、確かどっかの大統領の奥さんだったっけみたいなイメージがちょっと強いと思うんですけど、今回調べれば調べるほど、この人シンプルにやべえなと思いましたね。ということで、ちょっとここまで前置き長くなったんですけど、本日はデヴィ夫人とは一体何者なのか、その知られざる姿についてご紹介していきたいと思います。まずデヴィ夫人こと、デヴィ・スカルノさん。1940年に東京の麻布区で生まれました。まあ、結構日本人離れした顔立ちというか、まあ、彫りの深いハーフのような顔立ちなんですけど、がっつり純日本人なんですね。ただ決して裕福な家庭ではなかったと言います。さっきもちらっと言ったんですけど、デヴィ夫人はですね、まず幼い頃に東京大空襲を経験されています。第二次世界大戦ので初めて知った言葉っていうのは B-29、 これはボーイング製の爆撃機ですね。学校でも習いますよね。で、初めて知った感情っていうのは恐怖だと答えてます。幼い弟を背負った母親に手を取られながら防空壕に避難したことを鮮明に覚えていらっしゃるそうです。まあ、そのくらいインパクトのある出来事だったということですね。空襲ですからね。まあ本当経験しないに越したことはないと思うんですけど、で、中学を卒業後はですね、都内の定時制高校に進学するんですけども、それと同時に倍率150倍の保険会社に向かったんですね。で、この恵まれない家計を助けるために休日や昼休みを使って喫茶店などでアルバイトを掛け持ちされていたそうです。なので今のデヴィ夫人を見て、高価な宝石をつけて世界中飛び回ってすごい羨ましいなって感じる方もいると思うんですけど、まあ、実は夫人自身はですね、過去かなり貧乏な家庭で、これがどれぐらい貧乏だったかってエピソードがあるんですけど、これが以前さんま御殿でお話しされてたものなんですけど、子供の時にお母さんからその辺に生えてる雑草で食べれるもの食べれないものっていうのを
教えてもらって、お腹すいたら線路脇とかに生えてる雑草をむしって食べていたそうです。まあ、夫人曰く、今まで人の3倍は努力して、こうした幼い頃の戦争や貧困の経験がどんな逆境でも生き抜く力を与えてくれたと語っています。で、その後ですね、1956年、お父様が他界されると、自分の弟をですね、大学に進学させるために、自身は高校を中退して、赤坂の高級クラブコパカバーナっていうところでホステスとして働き始めたんですね。で、このコパカバーナっていうお店が、いわゆる高級クラブとはちょっと一味違うんですよ。もうさらに上、超高級ナイトクラブっていう位置づけの店でして、まあ調べたらですね、まあ、そもそも普通のクラブ的な接客方法が違くて、例えば普通のそういったお店だと、男性がタバコを持ったら女性のキャストの方とかが火をつけるものなんですけど、ここはその全く逆。タバコに火をつけるのと飲み物を注文するときとかは、お客さんの男性がやる場所だったらしいんですよ。何の店それ。それがどうすごいのかっていうのは、行ったことも見たこともないんで分かんないんですけど、ただこれ気になる給料なんですけど、当時このクラブですね、水割り一杯の値段が大卒の初任給って言われてたみたいで、デヴィ夫人枠ですね、当時一晩の給料がだいたい7000円から、多い時で1万円前後、これを当時のレートにすると今で言う20万円ぐらいになるんですよ。で、その中でも夫人はこの美貌と頭の賢さ、立ち振る舞いからプリンセスと呼ばれていたと。お店の中でも一目置かれる存在になりました。で、海外のそのアメリカの要人みたいなお客さんと帝国ホテルで待ち合わせをしていたそうなんですね。で、デヴィ夫人が着いた瞬間ですね、そのアメリカ人の方が一斉に立ち上がって迎えてくれたというエピソードがあるんですよ。ちなみにこの時夫人はですね、戦争に負けたけど私は勝った、アメリカを征服したと思ったそうです。で、そんなデヴィ夫人が19歳だった年のある日ですね、彼女が旧帝国ホテルのレストランで友達と待ち合わせをしていたところ、たまたま来日中でそのホテルでパーティーをしていたインドネシアのスカールの元大統領の側近から、あなた大統領と一緒にお茶でも飲みませんかって声かけられるんですよ。いや、もうこんなことが普通ないじゃないですか。で、そのままスカールの死の隣まで案内されます。だから、さっきのお店もそうなんですけど、それだけデヴィ夫人というのが美しかったんですね。で、その日はですね、少しお話をして別れるんですけど、そこから3ヶ月ぐらい手紙でやり取りをしていると、ある日ですね、向こうから2週間ほどインドネシアに遊びに来ませんかという手紙が来たと。で、デヴィ夫人はインドネシアに行くんですよ。そこでプロポーズされたんですね。そのままインドネシアに残ることになります。こうしてデヴィ夫人はスカルの死の3人目の奥さんになったんですね。これは3人目っていうか3人同時です。っていうのもインドネシアでは一部地域では一夫多妻制が認められています。しかし、そんな幸せな日々は束の間、ここから再びですね、悲惨な事態が訪れます。それが日本でデヴィ夫人っていうのが日本を捨てた売春婦とひどい呼ばれ方をするんですね。これで実家にはマスコミが押し寄せて、そのことから母親が体調を崩して他界、続いて弟っていうのもマスコミからの取材攻撃を苦にですね、アパートで自殺を図ってしまったんですね。で、この時のことを一生十字架を背負うくらい苦しんだと語っています。これひどいですね。で、さらに悲劇は続きます。そこからおよそ3年後にインドネシアでは大規模な軍事クーデターが起きました。これが俗に言う9月30日の事件なんですけど、これでスカルの死は大統領の座から失脚して、で、身の危険を感じたデヴィ夫人はですね、インドネシアの日本大使館に亡命しようとするんですけど、日本にとってクーデターが起きている国の元大統領の奥さんを保護するっていうことは外交にも関わってくると、それはリスクがありすぎるっていう理由で受け入れを拒否されてしまったんですね。で、これでデヴィ夫人はやむを得ずですね、フランスに亡命しました。ちなみにですね、3年間は自宅で軟禁状態でして、スカルの死は他界されて、その遺書には、二人が死ねば亡骸は一つのお墓に埋めよ、大きな木の根元に大きな石を置いてほしい、私は永遠にデヴィと一緒でありたいと書かれていたそうです。で、一方、命ながらにフランスに亡命したデヴィ夫人なんですけど、やはりその美貌っていうのが目を引いて、パリで開催される社交界に顔を出すようになったんですね。で、そこで出会ったフランスの貴族とかイギリスの伯爵みたいな人ともお付き合いするようになります。この頃からもうフランスでも東洋の真珠とか社交界の花と呼ばれるようになったそうです。そしてフランスで10年ほど過ごして、再びインドネシアに帰国、そしてスカルの死から相続された遺産20億円を使って石油関連事業に投資して、そこで再び財を築いたんですね。そして1991年、次はニューヨークへと渡って、そこで5年ほど過ごします。で、その後日本に帰国するんですけど、ここでもまた転機が来ます。それが1996年に松田聖子さんのヌード写真集のコーディネート役っていうのをすることになったんですけど、ここで何かしらトラブルがあったと言われてて、で、結局松田聖子さんは写真集を出さなかったんですね。で、結果全米進出つってアメリカに行かれるんですよ。これで、いや、ちょっと待ちなさいと、ブチギレたデヴィ夫人がですね、あんな三流タレントとか、いや、愛人と遊んでたんやろみたいな、持ち前の毒舌を吐きまくって、で、それがですね、当時全盛期だった日本テレビのプロデューサーの目に留まって、ここから日本のテレビ界からのオファーが殺到するんですよ。いざ出演すると、デヴィ夫人の毒舌さと美しさ、このギャップに視聴者は大受けして、出演した番組というのがいずれも高視聴率を記録したんですね。こうして我々が知る芸能人デヴィ夫人が爆誕したっていうことなんですね。すげえ。生い立ちテレビ、そして僕たちが知ってるところ、もうそれまでもその後もそうなんですけど、僕の人生のどのシーンよりも過激で凄まじいんですけど、これびっくりですよね。はい、とここまでざっくりとデヴィ夫人の生い立ちなんかを紹介したんですけど、ここまで一部ですよ。それ聞いてもイメージガラッと変わりますよね。こんなね、壮絶な経験をされてる日本人というのは、間違いなくただ一人じゃないかなと思いますね。調べてみると、他にも意外な一面というのがたくさん見えてきまして、例えば国籍なんですけど、さっきも言ったように純日本人なんですけど、ただスカルの
の人と結婚されていたんで、一応国籍というのはインドネシア国籍になります。ちなみに本名はですね、現在のフルネームがラトナサリ・デビスカルノになるんですけど、まあ、元々の名前というか旧姓もありまして、それが根本直子さんなんですよ。当たり前なんですけど、根本直子さんのイメージは全然ないですよね。で、次に今までの結婚歴についてなんですけど、まあ、今までは世界の権力者たちから求められる機会というのはたくさんあったと思うんですけど、実際に結婚したのはスカルノ氏たった一人でして、今も法的には離婚してません、まあ、いわゆる未亡人の状態なんですね。次にお子さんについてなんですけど、実はスカルノ氏との間にカリナサリ・デビスカルノさんっていうね、娘さんが一人いらっしゃいます。何回かテレビにも登場してるみたいなんで、もしかしたら知ってる方いるかもしれないですね。あとこっからはですね、全く違う話なんですけど、実はデヴィ夫人一回逮捕されてるんですよ。しかもこれがね、割とがっつり逮捕されてまして、夫人がまだアメリカに行った1992年のことなんですけど、フィリピンの元大統領の孫娘のミニ・オスミナさんという方がいるんですけど、なんとその方の顔面をですね、シャンパングラスでぶん殴って37針の大怪我を負わせるんですよ。この原因っていうか理由なんですけど、最初このミニーさんって方がですね、フィリピンの副大統領になるって言ったのをデヴィ夫人が思わず吹き出してしまったんですね。それきっかけにですね、2人がちょっと険悪なムードになって、で最終的にミニーさんがデヴィ夫人のことをバイタ呼ばわりしたんですよ。これで思わずぶん殴ったと言われています。で、これが傷害罪の罪に問われて、実際に禁錮60日間の実刑判決を食らったと言われています。ちなみに刑務所での生活について聞かれた際には、学生寮みたいで楽しかったわと答えたそうです。だからこの人躊躇なく行くというか、割とマジで危ない人かもしれないですね。牛島君と同じというかね。さらに話題になったものでいくと、2012年大津市の中学2年生がいじめて自殺した事件に関する話で、この事件というのが、当時中学2年生だった男子生徒が複数の同級生からいじめを苦に自宅マンションから飛び降り自殺をしてしまったという事件なんですけど、デヴィ夫人もですね、自身のブログでこの事件について触れて、とんでもないのが母親つって、その母親の個人名と写真まで公開したんですよ。ただですね、その掲載した写真っていうのが完全なる人違いだったんですよ。全く無関係の人だったんですよ。なんでこれ載せたのかは分かってないんですけど、この写真自体、まあ、翌日すぐ消されたんですけど、このことからですね、女性がデヴィ夫人に対して1100万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。ただ内容は非公開となってるんですけど、和解が成立したということです。あとこのたびたび話題になるのがブログなんですけど、2018年に TOKIO 元メンバーの山口達也さんが女子高校生に、まあ、お酒飲ました上でわいせつな行為に及んだっていう事件あったじゃないですか。これに関して自身のブログで、たかがキスぐらいで無期限の禁止なんて厳しすぎ騒ぎすぎて投稿して以降、 Twitter が炎上しました。あとは2014年、バラエティ番組の収録中に起きた平手打ち事件、これも話題になりました。だいぶ端折って説明すると、 TBS 系の王様モンスター2っていう番組の収録中に、とあるクラブのホステスの一般人女性が、どうやってインドネシア大統領夫人っていう玉の輿に乗ったんですかってデヴィ夫人を挑発したんですよ。まあ、これに対して反発したら、この方が次にですね、じゃあ夫人って肩書きもうやめたらいいじゃないですかっていう風に言ったんですよ。でこれでデヴィ夫人が女性に怒りの平手打ちを3連発かましたんですね。これは被害届が出されて、最終的には200万円で示談が成立しています。このホステスもなかなかなんですけど、まあ、今言ったようなこの経験とか、そのいろんな背景がある中で挑発されて、こう感情的になったっていう感じなんですけど、ただこの挑発するような女役を演じるように番組ディレクターから事前に指示されてて、ほとんどやらせに近かったっていうことも分かってるんですよね。いやほんとひどいですねこれはね。まあこれはテレビ番組のやらせの末路っていう僕の動画見てください。あと不祥事ってわけじゃないんですけど、一つ今ネットでデヴィ夫人から叩かれたら芸能界から干されるみたいな噂ありますよね。例えば噂になったのが小島瑠璃子と小島瑠璃子さんなんですけど、一時期テレビにめちゃくちゃ出てたんですけど、ある日を境に突然パタッと見なくなったんですよ。でこれがその原因じゃないかって言われてて、これはねまだ覚えてる方多いと思うんですけど、2013年に放送されたサンマクリームの芸能界個人情報グランプリっていう番組なんですけど、この番組で出演者が特技を披露して競うコーナーがあったんですけど、デヴィ夫人はですねこのコーナーで過去に2連覇を達成してるんですよ。でこの回もですね、デヴィ夫人は当時73歳にして10ヶ月間かけて猛特訓した見事なポールダンスを披露して、もうそれは盛り上がって優勝は間違いないというふうに思われたんですけど、最終的にですね優勝こじるり決めてということで審査することになったこじるりさんが、なんと、まあ、完全ネタ枠として出演していたアニマル浜口さんをグランプリに選んだんですよ。でこれに対してデヴィ夫人がブチ切れて、収録後にですね番組を台無しにした整形疑惑の KY タレント KR っていうタイトルでブログを更新しました。しばらくは共演も NG 出してたみたいですね。で今は和解してるっていうふうに言われてるんですけど、これは何らかの力が働いたんじゃないかって噂になりましたね。まあその真相は分かりません。でもう一つ容赦なかったのが広瀬すずさんに向けての発言なんですけど、これが2016年頃ですね、広瀬すずさんがとある番組で、まあ、裏方のスタッフさんに対して、どうして生まれてから大人になった時に照明さんになろうと思ったんだろう、なんで自分の人生を女優さんの声を取ることにかけてるんだろうっていうふうな発言をしたんですよ。これが大炎上しまして、これに対してデヴィ夫人がですね別の番組で、こんな子は抹殺しちゃっていいと思いますよってコメントして世間をざわつかせました。まあ、これは怖いですね、だからこれがそのテレビ界から抹殺ネタじゃないんじゃないかということで、もう叩かれたり共演 NG を食らっちゃうと出演オファーが結構減ったりするんじゃないかなと言われてるということなんですね。ただこれはもう噂の息を出ないというものなんですけど、あとここからはちょっと違う話で面白いエピソードでもあるんですけど、デヴィ夫人はですね自分が行ったロケ先でいいものとか可愛いものを見つけると、この持ち主が誰であろうとすぐ買う交渉を知らすっていう話があって、これ以前テレビでお話されてたんですけど、とある番組でデヴィ夫人と出川哲朗さんが
が沖縄に行ったんですって。で昼ご飯を食べに飲食店に入って席に着いたら、急にデヴィ夫人が店員さんに店長呼びなさいって言って、で店長が来たら、このお店にこのテーブルはもったいないから私に売ってくれないって急に交渉しだしたらしいんですよ。で最終的にいやちょっとそれはできませんっていう風に断られちゃったみたいなんですけど、で他にもハワイに行った時も店に飾っている絵を20万で買い取ろうっていう風に交渉しだして、あのデヴィ夫人のメイクさんがですね、やめてください、結局これ持って帰るの私なんですからって止めようとしたら、いやこの大男が持つから大丈夫よっつって、あの出川さんのマネージャーさんに運ばせようとしたらしいですね。はい、とこんななんかぶっ飛んだ結構自由なエピソードっていうのもあるんですけど、まあ、それだけではなく、まあ、ちょっとプライベートなとこというか、まあ、ちょっと心が温まるような話もいくつもあるんですけど、一つがですね、デヴィ夫人の同居人として知られている口笛演奏者の加藤真里奈さんという方がいらっしゃるんですけど、この方が同居するきっかけになったエピソードなんですけど、まあ、この加藤さんがですね、デヴィ夫人を初めて知ったのは小学生の時で、イッテ Q に出てる夫人を見て、この人に私は会わないといけないと思ったそうなんですよ。でデヴィ夫人についていろいろ調べたりとか SNS とか使ってね、なんとか人を介して紹介してもらえないかというふうに長年模索して、で加藤さんが大学になった時にですね、ようやくつながることができたんですね。でそこからデヴィ夫人に話しかけまくって、もう自分のことを覚えてもらって、で次はですね、加藤さんが自宅から大学まで片道3時間かけて通学してるっていうことを知ったデヴィ夫人から、新しい家を建てたわよ、そこから通えばいいじゃん、あなたの部屋もできたからいつでも来ていいわよっていうふうに連絡が来たんですよ。でそこから同居することになったそうなんですね。で同居を始める際はですね、わざわざデヴィ夫人が加藤さんの実家に出向いて挨拶をしたそうです。だからすごいおとぎ話みたいな話ですよね、ファンタジーの。でそこから加藤さんの第二の母のような存在として寄り添い続けて、毎朝起こしてご飯を作ったりとかスケジュール管理をしてくれたり、まあ、何から何までお世話をしてくれたっていうエピソードがあります。で加藤さんは現在口笛演奏者として世界中で活躍してるんですね。毎朝デヴィ夫人があーた起きなさいって言ってくる、最高ですねこれね。であと加藤さんの他にも若い才能を支援するっていう意味合いで、イブラグランドアワードジャパンっていうクラシック音楽のコンクールも主催してるんですけど、普通こういうコンクールって参加するのには音楽関係の大学の卒業生じゃないといけないとか、教授の推薦の必要があるみたいな、ある程度一定の条件が必要なんですけど、このコンクールにはですね、もうそういった条件は一切設けてませんでして、クラシックの音楽家を目指す日本人なら誰でも参加できるんですよ。このジャンルのコンクールではかなり珍しいみたいですね。っていうのもですね、これをそうした理由としては、やはり音大っていうところは、まあ、多くは幼い頃から楽器に触れる機会があった、このクラシック楽器の習い事ができる人っていうのはやはりそれなりに家庭環境が恵まれてる人だったりとか、困ってる人じゃないことが多いんですよね。ただそれだと社会人になってから音楽家を目指す人であったり、音大に通えなかったりする人はそういったせっかくの才能が埋もれてしまうと、そうした努力した人が報われる場所を作りたいという思いから、デヴィ夫人はこのコンクールを主催されてるんですね。でやはりデヴィ夫人自身もですね、貧困な家庭で育ったからこそ同じような境遇の人を支援したいという思いがあられるんでしょうね。あとは冒頭でお話しした支援活動なんですけど、今回のこのウクライナ物資支援の他にもですね、過去にはですね、代理理事を務める NPO 法人アースエイドソサイティの活動で、2005年のパキスタン地震の時ですね、この時にも自ら訪問して防寒具を1枚ずつ被災者の方に配ったりとか、被災者を支援する目的のチャリティーパーティーを毎年秋に開催したり、他にもいろんな支援活動されています。そんなデヴィ夫人はですね、2月6日に83歳のお誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。ちなみに僕が好きなデヴィ夫人の言葉は、物に感動しなくなったら終わり、生きたままミイラになるっていう言葉があるんですけど、これミイラになるっていう表現がすごいなと思って、これって慣れですよね。自分の今の環境にありがたみを持たなくなると、それが当たり前になってくると感動することもなくなるし、うまいご飯が食べれるのが当たり前、ウーバーイーツが届くのが当たり前と思い込むと、やっぱり何事にも感動ができなくなってしまうと、まあ、そうではなく常に謙虚に新鮮な気持ちで自分の目で感動できるものを追求していかないとなと。でこれがあの若々しいデヴィ夫人の若さの秘訣でもあるよっていう話なんですけど、やはりよくインタビューとかで若さを保つ秘訣は何ですかっていうふうに聞かれるらしいんですけど、もちろん体型維持にはきちんと努力をしていますと。外食が多いので家での食事は孫は優しい、これが豆とかごまとかわかめ野菜魚椎茸芋を中心に、糖質はなるべくカットしています、ホルセットでウエストをキュッと締めて胸を高く体を甘やかすニットは絶対に着ませんと。ニット着ないってすごいですよね。そして気持ちの上でも若さを保つことは大事、私は皆さんに1日に10回は感動してくださいと話しています。綺麗なお花を見る、綺麗な音楽を聴く、新聞でいい記事を読む、友達と電話でおしゃべりし合う、どんなことでもいいのです。感動し心が高揚するとリンパやホルモンの動きが活性化されて肌にいい影響を与えてくれます。たくさんの悩みや辛い経験は引き出しの奥底にしまって、仕事も遊びも慈善活動も精力的に、私はそうやって毎日を生きていますということなんですね。まあ、悩みとか忘れてじゃなくて、引き出しの奥底にしまってっていう表現の仕方もまたすごいいいですよね。やはりどんなことにも感動するっていうのは大事ということですね。はい、というわけで今日は以上です。ちょっと今回もなんですけど、自分で話しながらこの人の経歴マジでやばいなと思いましたね。まあ、いろんな経験したくてもできないね、逆境とかを経験されて、それでもなおずっと努力を続けて今のポジションを確立されている。やはり挑戦するのに年齢とかも関係ないと思いますし、元気をもらえますよね。もっとやれること頑張ろうと思いました。ということで今日は以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。